ちまさってましたよね。この後点を取っていくためにはとにかく早くボールを出しながら相手のプレスにかからないようにしていくことでしょうね。明治安田 J2 リーグ清水エスパルス対鹿児島ユナイテッド、それでは続けて試合をお楽しみください。明治安田 J2 リーグ、この時間は清水エスパルス対鹿児島ユナイテッド、こちらの一戦をお届けいたします。エスタディオデルマルタンガルで行われる本日のゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。サイドの紹介です。右のエンドを守るのは鹿児島ユナイテッド、そして左にエンドを取ります清水。宮本、北川が受ける。北川から矢島、インターセプトを狙う。このボールをカットします。藤村、スルーパスを狙う。宮本、吉田、ルーカス・ブラガ、これはつながりません。序盤は堅い試合展開を見せているなという印象ですよね。両チームともまだシュートまでいけてませんからね。どちらが先に仕掛けていくのか注目したいですよね。抜ければチャンス。これ仕掛けるか。シュート来た、先制鹿児島。いや、絶妙なファーストタッチから見事なゴール。いや、素晴らしいゴールでしたね。ファーストタッチからシュートまでの流れ、イメージ通りだったんじゃないでしょうかね。鹿児島先制ゴールが決まりました。1対0。